ちは。今日は基本的なバタフライピーティーの作り方をご紹介します。まずは適量のお花をコップの中に入れてお湯を注ぎます。ここから10倍速にします。こういう風に見てみると、どんな風にお花の成分がお湯に抽出されているのかがよくわかります。急いでる時はスプーンでかき混ぜるとすぐに色が出ます。片方だけにライムを絞って色の違いを見てみます。お客様にお出しする時はこういう風に色の変化がわかるようにレモンやライムをサイドに添えてガラスのティーカップに入れてお出しすると綺麗だと思います。普段の私の飲み方はこういう大きいマグカップにボサボサっと入れてお湯をジャーッと注いで、そこにライムを絞ります。何回か飲んでるとこうやって色が薄くなっていきます。お湯を注いでももう色が出なくなったら終わりです。体にもとってもいいし、味もすっごい飲みやすいよ。皆さんもやってみてね。バイバーイ。